皆さんこんにちは。今日は渋谷に来てます。それでは行ってきます。走ります。渋谷はですね、僕はあまり好きな街ではないんですが、結構たくさんの人が見てくれるので頑張って撮影するようにしています。今日は平日の昼間ですが、相変わらずたくさんの人がいます。今何時かな、13時を過ぎたところです。もちろん今日は本当は渋谷に来るつもりじゃなかったんですけど、ぐらぐら適当に歩いていたら渋谷にたどり着いてしまいました。せっかくなので渋谷の動画を撮ろうと思いました。渋谷の風景は皆さん見ていて退屈しないと思うので、センター街に入っていきます。やはり海外で見てくれる皆さんにとっては日本といえば渋谷という印象が強いのでしょうか。確かにスクランブル交差点の様子はとても印象的だと思います。日本に住んでいる僕でもすごいなと思う時があります。センター街はお昼に歩く分には別に全然普通ですけど、夜に来ると結構キャッチの人がいて歩きにくいです。
正面がスクランブル交差点になります。しかしすごい人です。おまわりさんがいますね。今日は空が綺麗です。僕はこうやって雲がたくさんある空が好きです。こちらは道玄坂方面です。正面が渋谷駅になります。スクランブル交差点を渡ります。パフォーマンスをしている人がいました。ハチ公像です。有名な待ち合わせのスポットです。人がたくさんいます。かなり恥ずかしいです。道玄坂方面に向かいましょうか。自分以外にも写真を撮ってる人や動画を撮ってる人がたくさんいます。平日でこの人混みですから、日曜日はもっとすごいです。渋谷109です。
自分は一度も入ったことがありません。ビッグカメラグループにご来店いただきまして誠にありがとうございます。当店は新型コロナウイルス感染症対策の基本方針に基づく取り組みでございます。渋谷の何がこんなにも人々の心を引きつけてやまないのか。他の街にあって渋谷にあるものがあるとしたら、それは何なのでしょうか。Thank you.
誰でもできるって提唱してるから、新しくなった宮下公園です。中には入りません。いつか来れたらいいなと思います。すいませんが、ちょっと今日は入りません。いろいろなお店があります。美味しそうな匂いがします。味噌カレーラーメン。
渋谷スクランブルスクエアです。夜に来ると綺麗です。今は喉乾いてないので飲み物は買いません。綺麗な空ですね。このまま直進すると六本木方面で、こちら行くと原宿方面に向かいます。坂道なので少し息が上がります。
った気がする。あの歩道橋のあたりで終わりにしましょうか。それで皆さん、よい一日を。はい。